自分らしくと世間はいつも言うけれど、本当の私ってなんだろう。なりたい自分と今の自分、そのギャップで悩むことだってある。でも私の可能性はきっともっと自由なはず。いつもとちょっと違う自分も、ありのままの自分も、ずっと夢見ていた新しい自分も、思い描けばどんな自分にだって自由自在。髪型を変える、それは自分を変える一番の近道。私たちは何者にだってなれる。まとめージュ。皆さんこんにちは、本田ひとみです。この度まとめージュのブランドミューズ3年目も、就任させていただくことになりました。本当に嬉しいです。3度もやらせていただいてありがとうございます。今回のテーマは可能性ということで、私たちは何にだってなれるというのがメッセージです。いや、今年は私も AKB48 を卒業して、こう新たな自分自身の可能性をこう広げていきたいなと思っていたので、このメッセージすごく私にぴったりだなと思いました。皆さんと一緒に、いろんな自分を見つけていけたらなと思います。そしてブランドムービーと、キービジュアル今日撮影したんですけど、今回も本当にこういろんなスタイリングをしていただいて、私自身もあ、こういう髪型もしかしたら似合うのかもっていう新たな発見もできたので、すごく撮影を通して、可能性を広げられましたし、とても楽しかったです。夢を前にちょっと悩んだりとか、自信がなかなか持てないっていう女の子も多いと思うんですけど、私と一緒に今年も今回も似合うスタイルだったりとか、勇気を振り絞っていろんなことを挑戦していけたらいいなと思います。どうぞ今回もよろしくお願いします。